はい、JAL のマイルね、国際線のやつが、マイル加算されるはずなんですけど、手続きはできているって言われたんですけど、マイルが知ら加ない算されけてなかっど、たので、今からちょっと事後登録しようと思います。これ家族分です。これ嫁さんの分で、これ、我が娘の分と、これ僕の分ね。はい。というわけで、ほな、今から事後登録したいと思います。太さん、この人はこれそのれね、や。島次郎のが、しまちろかわそいい。かわいいね。JAL、マイル、はい。これだったら JAL マイか。ルで、JAL マイレージバンク使うためるね。で、僕のパスワードと、もうこれもうログインできてるんですよ。ログインできてるんですよ。今の段階でこれ4792マイルね、家族合計でですよ。はい。で、これ実はあれなんですよ。伊丹、大阪、羽田の往復分だけ。大阪、東京の、大阪と東京の往復分の、で、3人そ分のマれ飛イルです行機ね。やれ、これ。ジこれ飛行機ね、JAL ね。ェルのカード。でも成田からそのいわゆるスリランカとモルディブのやつが加算されてないので、今から国際線の事後登録しようと思います。これ。ご搭乗後のマイル事後登録、国際線これちょっとやろうと思います。それにはなんか e チケットがいるらしいですね。 e チケット。で、 e チケットね、出すのめんどくさいから、こうやってもうカメラでね、これちなみにあれですよ。これモルディブでね、出会った人とこうやってなんか仲良くなってね。プールなんですよ。これモルディブの人で、この方たち全部マレーシア人でしたね。僕のこの流暢な英語でね。ほな見て。ほなちょっと事後登録します。そうね。はい。というわけで、ほな、JMB、事後登録、JMB で JAL マイレージバンクの略ですからね。はい。パスワードいるんですよ。これお客様番号と、お得意様番号とパスワードいるんですけど、これさすがに見せれないので。はい。これでいけるな。はい。まず僕のからいきましょうか。ちょっと見して。これこれいが。るねんパパ、これいるねんパパ、ちょっとごめんね、いるねんパパ、これ。はい。事後登録で、まず搭乗日は、ちょっとね、これパパとママ。そうね、搭乗日は、マーチの28、2019マーチの28、マーチの28。はい。で、日本航空ではないんですよね、実はね。日本航空ではなくて、キャセイパシフィック関え、スリランカ航、あ、これや、スリランカ航空の、なんや。スリランカ航空の、どれかな？あったあった。UL455 ですわ。UL455。UL455 はい。で、予約、搭乗クラス。搭乗クラスは何だろう？ V。これ搭乗クラスのことですよ。VV。V って書いてるでしょ？これは V。はい。搭乗クラス V。あ、違うだ。搭乗クラス。搭乗クラスはエコノミーの、で、予約クラスが V ですわ。で、プルダウン後の選択肢にない予約クラスは対象外だって。V、V ある、ほら、V ありますよ、ほら。で、航空券番号、なんぼやろう。あるかな？ E チケットに。
ああ、航空券番号、多分これ、ああ、航空券番、チケット番号のことですね。ありますわ。あの、航空券番号、多分これのことでしょう。チケット番号、はい。あ、違うわ。これは予約番号のことかな。まあいいや、とりあえず入れてみますわ。あ、出発は、成田。成田。東京成田、東京成田から、コロンボ、コロンボ、コロンボって出てこない？コロンボ、はい、CMB、はい、これ、これですわ。で、航空券番号は、603、あの、スペース不要だし、らしいです。券番号ってどれかな。でも、あ、これですね。これで OK ですね。はい、でこれで事後登録、はい、これで確認へ進む。はい、あ、いけますやん。はい、これは僕の名前ですけど、その他は全部こうやってね、されてます。はい、というわけで、事後登録します。登録する。はい。じゃーん。はい。ご申請受付いたしました。申請の訂正及び取引しはできませんので、ご利用しください。だいたい1週間から4週間だって。はい、で、これ、家族分もしないとダメなので、ほな、家族分もやります。はい。で、国際線、事後登録。あ、すごく。うん。というわけで、こんな感じでね、事後登録したら、マイルつくと思います。なので、ぜひ参考にしてみてください。以上です。